本文ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はくまモンのスマホをご紹介します。製品名としてはくまモンのスマホンとなります。まずスペックを紹介すると、 CPU はクアルコムのスナップドラゴン210、 RAM が 2GB で ROM は 16GB、 マイクロ SD カードソフトも搭載していて最大 64GB まで使用可能です。ディスプレイは 5.0 インチで、解像度は 1280×720 ドット。ディスプレイのタイプとしては液晶になります。カメラについては、背面のメインカメラが800万画素、前面のインカメラの方が500万画素、それぞれレンズはシングルレンズになります。OS は Android 6.0 を搭載して、バッテリー容量としては 2500mAh になります。そしてこのバッテリー、最近では珍しい取り外せるタイプになります。重さは約 145g、 防塵や防水などには対応していません。このくまモンのスマートフォンですが、ベースとなっているのはウィコーから発売されているトミーとなります。そのためスペックについても基本的にはトミーと同じになります。搭載している CPU はスナップドラゴン210ということで、こちらアンツツのベンチマーク的には約2万点になります。最新のフラッグシップ端末は20万点を超えるものもありますが、2万点あれば、基本的なことであれば全く問題なくすることができます。例えば負荷の高いゲームをするとか、あとは動画編集をするといった用途には、さすがにアンツツで2万点のスマホには無理がありますが、メールや LINE、そしてちょっとしたゲームなどをする上では全く問題ありません。今自分が使っているスマホもアンツツのスコアで2万点ぐらい、そしてRAM容量についてもこのくまモンのスマホと同じ 2GB のものを使っていますが、全く問題はありません。このくまモンのスマートフォンですが、熊本の MVNO 事業者であるくまモバイルから発売される予定で、発売時期としては12月以降となります。価格についてはベースとなっているリコーのトミーと同じく約1万5000円となります。スペックからすると、まあこの辺の価格は妥当だと思います。さすがに格安の中華スマホと比較してしまうと、あまりコスパ的にはいいとは言えませんが、くまモン好きの方にとっては特に問題ないとは思います。今回は以上です。この動画の概要欄にくまモンのスマートフォンのベースとなっているリコーのトミーシリーズの販売店のリンクを掲載しておきます。価格はくまモンのスマホとほぼ同じですので、興味がある方はそちらから価格や詳細スペックチェックしてみてはいかがでしょうか。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。